ちは、こんにちは。こんちくわでございます。こんにちは。誕生日おめでとう、ありがとうございます。あ、末広さん、ハートいっぱい、ありがとうございます。かわいい。末広さん、ありがとうございます。末広さん、ありがとうございます。改めてお誕生日おめでとう、ありがとうございます。あ、クレパスゆーちゃんさんも、ハートありがとうございます。クレパスゆーちゃんさん、ありがとうございます。嬉しい。ハート、ハート。ありがとうございます。クレパスゆーちゃんさんと、末広さん。末広さんとクレパスゆーちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。こんにちはがいっぱい。NMB 公式が1日遅れでハッピーバースデーツイートしてた。みんなも見てくださいね。イヤリング大人っぽい、こんな感じでございます。こんな見える、こんな感じです。ハッピーバースデー、 Thank you。朝配信より大人っぽく見える、イエーイ。さきちゃん、はい、超絶可愛すぎる、ありがとうございます。やった、可愛いイヤリング、ありがとうございます。イヤリングちゃん、うん、こんな感じでございます。なんかね、ここにこういうのがついてる、こういうのなんかリボンみたいな上について、下になんかたまたまちゃんがいるんですよ。いいね、うん、撮るわ。こんな感じでございます。こっちも、ね、同じ感じ。なんかこれあの中身のたまたまがちゃんと揺れるんですよ。ちょっとグイグイってのはやるんぐ。アンジュさんの妹さんと誕生日一緒、そうなんですよ、アンジュの誕生日、アンジュの誕生日じゃない、アンジュの妹さんと誕生日が一緒らしくて、びっくりびっくりびっくり。あ、ちさちゃんさん、クラッカーありがとうございます。パンパンありがとうございます。ありがとうございます。ちさちゃんさん、ちさちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。末広さん、またハートありがとうございます。やった、かわ、これ可愛いんですよね、めっちゃ。ありがとうございます。末広さん、末広さん、ありがとうございます。末広さん、末広さん、可愛いやつ、ありがとうございます。ありがとうございます。末広さん、ありがとうございます。サッピーさん、ありがとうございます。かわいい。あ、ソトピーさん、クラッカーありがとうございます。ソト、待って、ソトピーさん、ソトピーさんか、ソトピーさん、ありがとうございます。パンパン、ありがとうございます。ソトピーさん、かわいい、イエイ。こんにちは、こんにちは。どこのイヤリング、これ実はあの知り合いの人が作ってくれたやつなんですよ。手作りお手製でございます。ありがとうございます。めっちゃ可愛いんです、なんか可愛い、そうなんですよ、好き、お気に入りでございます。イヤリング大人っぽい、イエイ。ミサピーさん、ありがとうございます。イエイイエイ。手作りいいね、そうですよ、手作りで、うれしい、うれしい、うん。
なんですよ。なんかすごい本当にこれめっちゃ可愛くてびっくりしました。なんか作ってもらった時にめっちゃ綺麗やんと思って、すごいって。そうなんですよ。そうなんです。ケーキ食べた、ケーキ食べましたよ。ちゃんと美味しくいただきました。美味しくいただきましたね。めっちゃ美味しかった。なんか中のいちごとかがね、中のいちごが、あ、本当に甘酸っぱい、あの良きいちごって感じなんですよ。良きいちご、一番あの美味しいいちごでございまして、本当に美味しかったです。もう美味しすぎて美味しすぎて仕方がなかった。解体されやめてください。本当に解体されたスヌーピーでございます。確かにちょっと寂しいんですけど、ちょっと寂しいですけどね、解体されちゃったスヌーピー。前髪ありもよき、前髪でございます。お、アルダさん、クマちゃんありがとうございます。え、すごい、クマチョスがいっぱい来た。ありがとうございます。アルダさんめっちゃいっぱい、ありがとうございます。嬉しすぎる。アルダさんありがとうございます。クマチョスをペコリありがとうございます。すごい、アルダさん、アルダさんいっぱいくださった。アルダさん、アルダさん、アルダさんありがとうございます。すごいいっぱい来た、ありがとうございます。クマチョスランドでございます。アルダさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。あ、手作りのものはなかなか同じのが作れないかね。同じに見えても違うんだよ。そうなんですよね。そう、あの世界に一つでございます。クマチョス、そう、クマチョス、ありがとうございます。映ってる、クマチョス映ったら気がしてきた。映ってないね。クマチョスありがとうございます。クマチョス祭りありがとうございます。ぺっこりありがとうございます。ありがとうございます。すぎる、ありがとうございます。ミサチョス、イエイ、ミサキのテラス来たよ、ありがとうございます。嬉しい、ミサキのテラスなんですよ。隣にはピヨコがあるらしいです。隣にピヨコ、良きですね。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ペコリ。あ、ともたんさん、ハート。ありがとうございます。ハートちゃん、ありがとうございます。すごいいっぱい来る。ありがとうございます。ともたんさん、ともたんさん、いっぱいありがとうございます。ともたんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですね。近くにジオンモールもあります。誕生日昨日か。ハッピーバースデーありがとうございます。13歳になれましたとさ。ズヨンモール、隣ピヨコだったら行き来しまし、行き来がしょっちゅうできそうですよ。ピヨコの隣です。ミユの育て屋さんも近くにありますか。ミユの育て屋さん、結局ミユ育て屋さんになったのかな。ファンネーム何になったやろ。なんだろうな。こんにちは、こんにちは、こんにちはです。初見ありがとうございます。あ、待って、私何も書いとらんやん、テロップ。よいしょ、これ止まったよ、怖い。めっちゃクマちゃん落ちた、なんか止まった。
ちは、こんにちは、こんにちくわ。なんで止まったんやろ、怖い怖い怖い、止まっちゃったよ、なんでだ。すぐテロップが落ちて、なんかいろんな事件が起きるんですよね。これにしておきます。安定の岬のテラスへ。でもこれをもうちょい上にして、おっとっと行き過ぎた。はっ、テロップ書こうとするといつも止まってくれるんですよ、綺麗に。なんか止まっちゃう、テロップちょっと怖いですね。なぜでしょう。おでんにからし、お寿司にわさび、チャーハンに紅生姜はいける？おでんにからしはいけて、お寿司にわさびもいけて、いけるんですけど、あの私紅生姜はダメなんですよ。あんま得意ではなくて、確か愛花がめっちゃ紅生姜好きって言ってた。紅生姜のあんまなんですよね。紅生姜なんか辛いんですよ。辛いっていうか辛いんすよ。残念ながら食べれました。食べれるんだけど、あんま食べない、あんま食べない。だけどからしとかはわさびとかはバンバカつけます。特にあのお寿司にわさびがなければもうダメです。なきゃ、ある方が絶対的に美味しい。焼きそばに紅生姜、なんか入ってるやつとかあるじゃないですか、売ってるやつで。お祭りとか行くとあるじゃないですか。ああいうのはもう大体もうちょっとペペッと横に避けちゃう人でございます。もうちょっと避けちゃうんですよ。なんか辛いんですよ、とにかく。なんかピリ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 って言い方変だけど、あんま得意じゃないから、いつもあのお母さんとかあげます。ちょ食べてここだけっていつも渡してます。おでんにからし OK でございます。食べれます、 OK です。そうなんです。それなんか多分紅生姜だけなんか無理なんですよ。無理ではないんだけどね、あんま好きではない。そうなんでございます。そうなんですよ。なんでだろう、なんかあんまカレーにマヨネーズ OK？ ごめんなさい、やったことない。まずやったことないから、ちょっと OK もだ罰も何にもないです。やったことないんで、じゃあ今度試してみよう。ちょっと待って、髪の毛を。琴音さんがその3つが大丈夫なら大人のイメージ。お、半分大人ですか。半分大人。あ、高秀さん、ハートありがとうございます。高秀さんありがとうございます。ありがとうございます。高秀さん、カレーにマヨネーズ美味しいよ。今度試してみます。私が好きな、なんかめっちゃ美味しいんですけど、なんかよく多分 CM とかでもいろいろあるのかな、あのマヨネーズを周りにパンを1枚、食パンを1枚用意して、あのマヨネーズを囲って卵を真ん中にポトって落として、あのチンってするのが、チンなの、温めてやるのが好きでございます。めっちゃ美味しいんですよ。あ、でもなんかそこの上にチーズとかを乗せるともっと美味しいでございます。本当に美味しいんですよ、それ。マジで美味しすぎてやばい。なんかでも簡単なんですよね、それも。簡単で美味しくて良きでございます。毎日アイドル5日目、パチパチありがとうございます。
しゃべくりアワーでみさきちゃんの身長がそのうち、それはないです、2メートル越しません、やばいですよそれは。カレーにチーズは、え、でもめっちゃ美味しそう。カレーにチーズ、モテキモテキ。カレーに生卵入れて醤油最強、え、なんかすごそうって言い方いいんだけど、すごそう。どんな味なんや、なんか不思議な味しそう。ってなんか不思議だ。うん、どうなんだろう。アイピ、これ、ちょっとアイピによること聞いとこう。ちょっと、聞こう。みんなに聞こう、やり方。カレーはソース、カレー私何もつけない派です。普段は何も。カレーを食べます。カレーラーメンが一番、なんか初めて聞いた、カレーラーメン。なんか美味しそうだけど、なんか不思議そう。アンジュコラボ配信待ってますよ。ペコリ40、ペコリ40分。でもやりたいんですけど、むずくて。結局まだアンジュとどうするか話してないです。カレーに生卵多いね。カレーに生卵。どんな感じなんや。あ、カレーはそのまま食べます。あ、共感の方が。なんかいっぱいある。カレーは甘口、辛口、なんか中辛ぐらいです。そうだね、中辛ぐらいです。いつも甘すぎでもないし辛すぎでもない的な感じの人でございます。中くらい民です。ピーヨコちゃんまんさん、ピーヨコちゃんまんさん、ハートありがとうございます。ハートちゃん、ピーヨコちゃんありがとうございます。ハートハート、ピヨコちゃんマンさんありがとうございます。ハヤシライス、あー美味しいですよね、ハヤシライス美味しい。だからどっちも好きなんですよね、なんかどっちもどっちの良さがあるんですよね。ミサちゃんピーマンだ、ピーマン食べれますよ。ピーマンだって、ピーマンは普通にオッケーでございます。カレーに生卵を入れるのは関西発祥とかも、そうなんだ。ちょっとまたでも試してみます。ちょっと試すことがいっぱいですね。何から試そうか。でも全部カレー系なんでね、カレーをとにかくやっていけば。生卵とマヨネーズかな。ゆなくんにピーマン食べれるって聞いてみて。了解です。ゆなくんにピーマン食べれるか聞いてみ、検証します。和田さん、ポケモンカレー食べてそう。確かに食べてそう。なんか好きそう、でもなんかめっちゃ好きそう。確かにぽい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 、でもなんか甘口食べてそうです、なんとなく。あ、みゆはなんかポケモンの甘口食べてそう。甘口。みさっぴーさよ、イエイ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ジオンちゃんも甘口食べてそう。おジオンって漢字だったらいけるんだ。漢字だったら星にならないんだ。おお、ジオン甘口ですね。和田さんって何歳だっけ。私プラス、あ、10か、今11じゃなくて10になりました。私が誕生日来たんで、私の年齢プラス10でございます。10でございます。
直接言ったらニューに「イサキ!」って言われそうなんで。むえちゃん味覚がバブ説わらわら。いやそれはどうでしょう。甘辛じゃ甘いのかからのかから甘いの好きそう。でも確かに和田さんに年齢確かに。でもまたすぐみゆ誕生日が来ちゃうんでうひょひょまた離れられます。ジオンちゃんひらがながひらがなが星になるんだ。それ以外は乗らないんだ。不思議ですね。なんでだろう、なんでだ。コハタの妹に一つ上のミサちゃん。そうでございます、一個だけ上。あ、クマチョさんハートありがとうございます。クマチョさんすごいいっぱい来る。ありがとうございます。もういっぱいだ。ありがとうございます。いっぱいポン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 ってすごいいっぱいここにてててててて流れてる。ありがとうございます。すごいクマチョさん、あ、心を込めてハート100個ありがとうございます。嬉しすぎる。ありがとうございます。ハート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 、いっぱいあるねハートって。ハート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 、ハート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 、ありがとうございます。くまちゃんさんくまちゃんさんくまちゃんさん、ありがとうございます。ウータンしてた。なんか前もコハタのショールームで出て、なんか声だけなんですけど出てきてて、ウータンって知りました。おいしょ。え、コハタに顔似てるんかな。心を込めてハート100個ありがとうございます。かわいいよねわら。そうなんです、かわいい。こうやって流れてみる。あ、待って、これ地味に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 キュンです。地味にキュンです。ウータン映ってくれへん、遊びに来たよ。ありがとうございます。イエイイエイ、ありがとうございます。遊びに来てくださりありがとうございます。ペコリでございます。ミサッピーさよ、ありがとうございます。な、謎歌ですね。ありがとうございます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 。わざちゃんよりコハタンが年上に見えたりする。いや私コハタンとミユそこまでなんですけど、いっちゃん最初にミユに会った時になんか16ぐらい、16じゃないな、18ぐらいに見えてました、見えてたんですよ。すごい誰だろうって思いながら、あの頃はまだ金髪でしたね、ミユさん、ミユタンも。なんですよ。なんかすごい18ぐらいの人だと思ってて、どんな人なんだろうって思ってたんですよ。あ、末広さん、コパン、ありがとうございます。コパン、ありがとうございます。ペコリでございます。ありがとうございます。あ、すごい。末広さんが、なんだ、いろんな色のだるまが着てた。ありがとう、すごい紫、緑、青と決めた。ありがとうございます。末広さん、末広さんありがとうございます。ありがとうございます。
だるま、いないけどだるまです。一番最初誰だろう、いっちゃん最初に喋ったの、ナッキー誰だろう、もっちゃんかな、確かもっちゃんかマイティだった気がする、マイティかな、なんかそこら辺のどっち、その二人の、いやでもアンジュも早かった、いやどうだろう、でも多分その二人のどっちかです。何だろう、確か、いやでもなんかマイティな気がしてきた、多分マイティです、多分マイティ、でも覚えてるの、多分マイティだと思います、そうなんですよ、多分マイティ。よいしょよいしょ、ユナくんもアイピ、そうなんだ、意外、耳赤いこれ光の子なのかな、何だろう、熱いんかな、もういい、耳が、ちょっとエアコン下げます、ピッ、こうやってなんか髪の毛が一本跳ねたら、なんかいろんな、なんかでも鏡で見るとそこまで赤くないんですよ、今ここに鏡あるんですけど、見えるかな、鏡あるんですけど、でもこっちで見るとそこまで赤くないから、まあ、光の加減かな、なんだろう、光の加減な気が、わかります、鏡です、これが、どうだろう、でもそこまで赤くない、多分ちょっとは赤いんですけど、多分多少はちょっとあの光の加減な気が、あ、キングさんだるまありがとうございます、キングさんすごい、赤、黄色、紫、緑、青でございます、ありがとうございます、ありがとうございます、キングさんありがとうございます、キングさん、なんだろう、こっちで多分暑いんだと思います、めっちゃ効くんですよこの暖房、それな気がする、よいしょ、あ、音が下がったわ、多分これで多少はどうだろう、まあ大丈夫でしょう、大丈夫でしょうって、こいつもこうやってやってみましょう、こう持ってきて、これが出るんですよ、これが書いてこうって、こうです、これが好きなんですよ、こうやって入ってるのは、これこだわりでございます、こっちの耳はこうしてて、こっちの耳はこうやってしてる、これが Y のお決まり部屋です、よいしょ、お高い暖房ね、でも そんな分かんない、どうなんだろう、私見てないんで、お値段はこんな感じですね、部屋は、よいしょ、かわいいこだわり、コハくん、コハタ、アキラ先生のこと、アキくんって呼んでんのはすごいあれこの前までアキタンだったのに変わったんかな、12月の生写真見たけど着物めっちゃ似合うね、ありがとうございます、
まだチェックしてないよって方、ぜひチェックしてみてください。私も今回結構好き。なんかあの着物めっちゃ可愛いんですよ。ちょっとみんなもチェックしてみてください。本当に可愛い着物を着させていただきました。ペコリでございます。本当可愛い赤色の着物なんですけど、見てください。毎月必ずゲットしてるよ。あ、ありがとうございます。やった、こうやって、これなんかさ、こうやってやるの昔ハマってたんですよ。ひたすらこうやって、こっち側からしかいけないんですよ。これがあんま分けなくて、こっからがなんですよ。これをずっとやってたんですよ。でもなんか意外に難しいらしくて、こっちがもうできない。これが好きでございます。ちょっと皆さんもやってみてください。あ、めちゃくちゃのグッズ集めるのが楽しみになってきてる。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。みんなもチェックしてね。イエイイエイ。その手の振り曲あったような。ちょ、これあの昔からなんかずっとハマってるんですよ。ここからがなんか戻れなくて今。あ、こんばんは。遅くなったけど遊びに来ました。ありがとうございます。これを私は練習している。頑張る。はっ、で一人がいる。手が痛くなる。これはっ、よいしょ。こんばんは、こんばんは。そんな長くないですよ。こうやって長く見せます。そんな、ありがとうございます。嬉しいこんにちは、こんにちは。13歳2日目おめでとう。ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。嬉しい。足がしびれてきた。ほう、よいしょ、ありがとうございます。これもう13歳2日目でございます。な、誕生日おめでとう。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとう。手が大きいな。いや、指がない。ちょっとこうやって長く見えます。こうやって綺麗に長く見えます。こうやって長く見えるといいんですけど。よいしょ。なんかまた鳴り始めた。まあいいや。どうぞ。13歳になって嬉しいことは、いや特に何も変化ないんですよね。本当に普通です。本当に なんかあるかって言われても特になんもないんですよね。ピアノに向いてたら、昔ピアノやってたんですよ。今はもうやってないんですけど、昔はピアノをやっておりました。挑戦の年だね。そうでございます。挑戦でございます。いろいろなことに挑戦して行きたいでございます。でも本当にあのモデルさんとかやりたいですね。今の時代だったらニコラさんとかいいですね。いいですね。よろしくお願いします。で、これ45度。
本当に、うん、書き初めめっちゃうまかった、ありがとうございます。グーグーグー、ありがとうございます。今でもピアノ弾けちゃう、本当に生で全然弾けないんですよ、もう本当にな全然弾けない、本当に何も弾けません。劇場に貼ってあった囚人の字が良き、ありがとうございます。モデル女子楽しみや、イエイ。あ、ちなみに僕、俺は30代半ばなんですが、握手会に参加していいのか迷ってます。え、全然参加してください、参加してくれたら嬉しいでございます。よく、ぜひ参加してください、楽しみに待っております。 HBD ありがとうございます。ハッピーバースデー、 Thank you。 ピシャキン、やんなきゃで合唱コンクールがあったら、じゃあごめんなさい、本当に私何も弾けないんですよ、嘘なしの本当に何も弾けないんで、ちょっと無理です。そう、これはそれはちょっと痛い。エリーザの弾けるわけないじゃないですか、もうあんまるいって感じですよ、本当にもう楽譜見ただけで死んじゃいます、本当に楽譜見ただけで死んじゃう、イエーパタッて、本当に気絶しますよ、本当気絶並みにやばいでございます、気絶します、やばいですよ、音符しかないんで、そりゃそうか音符しかないんで、楽譜もろくに多分読めませんよ、ガチめに本当にもう無理です、無理でございます。なんか一応は読めるんですね、そんなパッパにドレミとかは言えないんですよね、もう本当にもうこれはこれ、これはこれぐらいの本当にイメージなんですよ、本当にやばい、みんなもう絶対もう帰りそう、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。ああと20分ぐらいでお願いします、今日は1時間配信でございます、よろしくお願いいたします。ペコリ、でもなんか昔ちゃんとやってた頃はめっちゃもう弾けてたんですよ、普通にドゥルルルルルングルの本当に勢いで弾けてたんですけど、もう今音符読むのが精一杯でございます。そうですね、こんなに変わっちゃうとはドン引きでございます。ペッコリ360、もうもはや戻ってるじゃないですか、それはもうダメですよ、そんなもう一周してますから、ペッコリこれです、この子見えるかな、ぽい、ジオンちゃんとミサキちゃんの2人が7期での推しメン、ありがとうございます、ありがとうございます、イエイ。子供の頃に1ヶ月で読めて、あ、諦めてよか、そう読めてよって諦めたよ、いえ、ずっと続けてないと弾けなくなっちゃう、そうなんですよね、本当に書くって感じですよ、昔は弾けてたのに、なんでや、なんでやねん、なんでやねん、
なんでだろう、弾けなくなっちゃったんですよね、本当に。ピエン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 、あ、なんか星が来た。なんだこの星は。カラフルな星、カラフルな星、かわいい。カラフルな星。もう子供の時に音楽習うのいいって言う。そうですよね、そうですよね、確かに。なんかでももうピアノはいいかなってちょっと思っちゃうんですよね。まあいいかなって。ピアノは前までは良かったんだけどな良かったんだけどな。レインボースター、ありがとうございます、教えてくれて。よいしょ。僕もギター昔買ったけど、オブジェ化した、それはやばい、それ残念すぎる。ピアノの代わりにバイオリン習ってた。お、すごい、バイオリンすごい良きですね。ちょっと向かないけど、よいしょ。ピアノの子供の頃 ECC 行ってたけど、英語の平均点20点ぐらいやった。それってあの落とした点数ですよね。落としちゃった点数っていうことにしておきましょう。落とした点数でございます。クマチョス、どこ見てんの。戻します。クマチョス割と前向いてる気が。まあいいでしょう。じゃ聞いてちゃってなさい。すごい2020、ありがとうございます。今2021ですけどね。2020年、ありがとうございます。ペコリ、英会話と学校の英語は違うもんな。確かに違います、別物ですよね。やることがまず違いますよね、習うことも。ペコラ45度、45。クマチャス丸いな。話術いきます。んー、ちょっと待ってね、何にしようかな。こんにちは、私はクマチャスです。こんにちは、こんにちは、こんにちは、クマチャスです。よろしくお願いします。私はつい最近この家にやってきました。はい、ちょっとごめんなさい、下手くそですけど、イエイ。意外とうまい、本当ですか。イエイ。ラッシャー、ハワイ行った時にグッドモーニングって言われて、おはようございますって帰ってもらう、それはやばい。おはようございますって返さないでください。グッドモーニングってしっかり返してください。そこはちゃんと。そこはね、返そう。
マチョスでございます。シャキン、クマチョスでございます。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 いろいろありますね、こういう波が。いろいろあって面白い。クマチョスでございます。クマチョスでございます。クマチョスでございます。よいしょ、どうぞ。はい、こうやってやると、クマソスとごさんのクマチョスでございます。こんにちは。クマチョスが喋ってますね。はい、クマチョスでーす。ダメですね、ちょっとできてない。練習すれば。クマチョス、クマチョスだよ、よろしくね。シャキン、ディース、ディース、ディースですか。ディース、クマチョス、ディース、クマチョスでございます。クマチョス、なんでやねん。さあ、ツッコミだけど。みさきのテラス来たよ、ありがとうございます。こうやってやる。さあ、こうやって通せるんですよ、私。こうやって間にこうやってニューって入っていくんです。でもこれ意外に難しいらしくてね、なんか通るんですよ。お母さんとかにやったら、なんか私通らんわって言われました。こうやってわー、そうなんですよ。これ通りますよ皆さん。こうやって、あの、こうやってこう円作って、こうやって入れるんですよ。こうやって、意外になんかむずいって、無理。あー、やっぱり難しいんだこれ。こうやってにやる。でもこっちの意味はできないんですよね。こっちは通らなくて、これで指を使う、難しいんですよ意外に。そうなんです。こっちは、ね、骨あります。こうやって骨ありますよ、ちゃんと曲がります。まずその枠、あ、これですか。僕今ずれちゃった、親指がめっちゃ反る。あ、これですか。こうなるんですよ。グーグーとかやったらこうなりますよね。イエイ。親指がめっちゃすごい、小指が反るんですよね。こうやって斜めに反りやすいんですよ。できへん。おー、できる方います。通ったよって方、おいしょ、通った、えい。でででで、鏡の声がすごいいっぱい来る。指曲がらない、全然痛いです。めっちゃ多分指が柔らかくて、普通に90とか曲がるんですよ。ほら、180で曲がっちゃう。全然多分の関節が柔らかいかもしれない。特に小指が曲がるんですよね。綺麗に曲がるんですよ。でも全然なんか普通なんですよね。やべ、なんかビョーンってやります。
こっちの手の方がやろう。めっちゃ柔らかいんですよ、ここだけ。ちゃんと骨はあります、大丈夫です。ほら全然、いや本当に痛くもなんともないんですよ、これが。やばくないですか、すごい、めっちゃ曲がるっていう。ドゥンって、なんかそうそうそう、すごい曲がる、曲がりました。本当にあのめっちゃみんな こうやってたり、全然痛くないんですよ見てるだけで痛だってなる、やばい、イスラやばいや、うん、すごい曲がるんですよね、曲がっちゃう。こうやって私こうやってよくやるんですよ、こうやってブヨーンって伸ばしたりして、多分それも関係してくるんですかね、なんだろう、なんか人によってなんかやっぱり曲がり度って違いますよね。まあそれはそうか。ちょっと接骨院できますね。大丈夫ですよ、行かなくても。大人になったら、あ、そういうことかな。そう、曲がる。こっちもこうやって、ドゥンって。骨どうも異常なしです。これちゃんと、ほら、骨ありますよ。骨ここにも、ほらちゃんとあります、骨は。骨あります、骨感じます、ここが、ほらちゃんと骨はこうやって、骨があります、ちゃんと。ということで私はランキングに移ります、よろしくお願いします。いきます、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、スタートです。いきます、13位、萌香さん、ありがとうございます。萌香さんありがとうございます。12位、ホリッチさん、リサピース、ありがとうございます。ホリッチさん11位、イッシーさん、ありがとうございます。イッシーさん10位、ちさちゃんさん、ミサピーズ、ありがとうございます。ちさちゃんさん、9位、 FFF さん、ありがとうございます。 FFF さん8位、くまちゃさん、ありがとうございます。くまちゃさん7位、マッカさん、ありがとうございます。6位、ジュニアさん、クマチョスッピーズ、何ですかそれは、クマチョスッピーズは存在しませんよ。いきます、5位、ケフ PH さん、ありがとうございます。ありがとうございます、目つぶり、ありがとうございます。4位、ロアさん、ミサピーズ、ありがとうございます。ロアさん3位、クレパスユーちゃんさん、ありがとうございます。クレパスユーちゃんさん2位、スエヒロさん、ありがとうございます。末広さん1位、ダダ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 ダン、アルダさんです。ありがとうございます、アルダさん、おめでとうございます。1位、高速パチパチ、ありがとうございます。イエーイ、急に暖房が、ありがとうございます。まだ行きます。今日は見てくれてありがとうございました。まだフォロー、ハートがピンクになってないよって方、そこのあなたですよ。ぜひぜひぜひフォローお待ちしております、ペコリ。そして名前の横にミサピーズつけてくれると名前が覚えやすいので、よろしくお願いします。ではまた次の配信も見てくだちょす、よろしくお願いしまちょすです。じゃあありがとうございました、バイバーイ、バイバイ。